6月15日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます私が一番最後に祝う人になれましたでしょうか遅くなってしまってごめんなさいでも 一番でいる必要は「ないんですよねビリ」という言い方がありますが「一番最後」というのもダメなわけではないのかもしれません今日の「毎日エクレア」。 今日の毎日エクレアは、グレートさんからいただいたこの一言です。頑張れ頑張れと人は言う。でも、私は頑張っている。あなたは、頑張りすぎてはいませんか少しくらい、 頑張らない日があってもいいのです今日はもう頑張らずに一緒にお休みしませんか <noise>